山広のピカイチラジオ。はい、またまた金曜日の夜がやってまいりました。皆さんこんばんは、山広です。こんばんは、吉本新喜劇のスッチーです。こんばんは、 NBS アナウンサーの古川恵子です。はい、4月16日のピカイチラジオ、どうぞよろしくお願いいたします。阪神が強いんですよね。いや、もう何しても勝つような何してもそうか。でもこれ今木曜日のね、はい、いつも録音で今僕たちは木曜日の試合を見ててそうですよ。あの大山と佐藤のツーランツーランで4対0で勝って、はい、まあもう多分勝つとは思うんですけど、はい、そうか。ということは今日も勝ちましたねと。いやまあ3連勝じゃなくても ね、はい、2勝1敗でいきましょうか、うん、でもありやし、ひょっとしたら金曜日この今の放送の直前の試合が、はい、どうなってるかちょっと分かんないですね。何打とんねんってなってるかもしれんし、雨で中止もしょうがないですよね。これぐらいあったらいいですか。そうですね、いろんなパターン、いろんなパターンをね好きなのを使っていただいたり、ね、これぐらいタイガースファンってのは浮かれてしまうというか ね、もう一之輔師匠とか浮かれてんちゃいます、はい、浮かれますよ。そうでしょう、ね、もう優勝や言ってる人も多いし、この間テレビの中継見てたら、あのツイッターとかであの中継にいろいろメッセージをこう送ってきて、はいはいはい、でそれが中継の画面の一番下に帯でこう、こう、はいはい、ね、なんとかよう打ったとか、はい、頑張れみたいなのあるじゃないですか、はい、おもろかったのがね、はい、阪神、まあ、かなりリードしてたんですよ、はい、だからよっしゃ今日も勝っちゃーって、ちょっと風呂入ってくるからみんな応援しといてみたいな。ほうほうほう。もうだから余裕こきまくりとるやないか。そういうなりがちなのが阪神ファン。そういう方はだから自分が見とかんとみたいな使命感があるんでしょうね。本来ね。だから接戦やったらね。そうなんですよ。うん、ほんでまあまあ俺が見んでももうこれやったら大丈夫や。大丈夫やという。風呂入ろう。風呂入ってくるから、ね、みんな応援しといてやっ って。そんなメッセージを送ってる人もいましたけど。逆転されたら、あ、風呂入ってたからやとかなるんでしょうね。俺が風呂入ってたから。入ってたからや。関係ないんですけどね。なあ。俺がっていうのが。うん、特に12球団の中で多いですね、比率がね。そうでしょうね、やっぱり。まあ、今年本当に調子のいいタイガースでございますけど、スポーツで言うと、はい、なんといっても今週はもう松山英樹のマスターズに勝つなんていうのはもうね、はい、いやまあ僕ゴルフそんなね言うても興味ないですけど、うん、はい、やっぱりこう前日にね、うん、トップやと、うん、で明日やみたいななったらやっぱちょっと気になりましたけど、そうそう、ただテレビパッと見たら、スタートが3時何分って書いてあったから、はいはいはい、さすがにちょっとね、はい、宇川さんは、うん、10時から寝て、うん、でそれに合わせて起きたっていう。いや全く同じです。あ、やっぱそうなんですか。僕10時過ぎに寝るときに3時半に目覚ましをセットして、はい、で40分スタートやって、はい、3時半に起きて、はい、で見ようと。で、あ、これはもう3日目過ぎてトップでしょ、うん、家族ラインうちの山本家の、うん、3人の息子たちに、うん、もう松山英樹の今日はもう歴史的な勝利のね、うん、瞬間になると思うと、うん、お前らこれは生でちゃんと見とくようにってみんな既読スルーや。それはまあまあまあそれぞれね、リズムが、生活のリズムがありますから。とはいえ、うん、3人ともみんな言うたらメディア関係の仕事してるわけですから、まあそうね、生で見んことにはどないすんねんって一人熱くなってたんですけど、はあ、でまあ3時半に起きてですね、優勝の瞬間まで全く見逃すことなく、うん、寝ることもなく、へえ、見てました。泣きました。泣きましたね。生で見てはったんですか。私はですね、はい、毎週そうやって3時に起きてその時間あ、そうや、そうか、月曜日なさい、あれオンエア中だったんでございます。あ、そうです。ラジオの本番中で、あーとか言うたらあかんから、うんうんうん、いけとか心の中でちょっと思いつつ見ながら、テレビはあのね、こんな感じで映ってますもんね、あるんで、まあ、一応うちの4チャンネルなんで、ね、ある程度こう喋ってもいいんですけど、はい、今打ちましたあーみたいなことを実況してしまうと、いろいろ権利がややこしいので。そうなんや。はあ、やっぱそういうのあるんですね。だから今18番ホールでなんとかでっていう、まあ、経過をね、うん、ニュースで来たとして伝えるのはいいんですけど、画面見ながら入れ入れ入ったとかはダメなんですよ。あ、ダメなの。めっちゃ怒られるんで。僕それ全然知らなかった。そうなんですよ。ラジオとテレビ違うじゃない。
いやダメなんです、そんなその権利関係、権利関係ありますか、いろいろあるんやな、はい、もう逐一経過報告、今何番ホールで今さっきバーディー取ったから一打伸ばしました、5打差になりましたとかずっと言いながら、私はなんかもうずっとヒヤヒヤ、なんか言えば言うほど、うんうん、なんかあかんような気がして、触れるとね、なるべくそーっと、そーっとね、そーっとしとこうと思ったんですけども、小森さんは、まあ、いけいけってなってて、そうだね、お前がそんな後ろ向きやからだんだん追いつかれるんじゃみたいに怒られて、古川さんのそのせいになってるやんせいみたいな、最後ちょっとヒヤッとそうです、ね、しましたからね、あのもう18番でバンカー入れた、ね、はいはい、バンカー入れてもやっぱり一応リードトーナメントリーダーやから、うん、もうグリーンを取り巻いてるパトロン、うん、大歓声ですよ、うん、でボス取ってわーってやってるけど、もう僕やったらなバンカーから6つぐらい叩いて舞うんちゃうかとそうそうヒヤヒヤしながらねなるとこやけど、さすがでしたね、いやーやっぱり、いや解説の中島常幸さんも、それから宮里さんね、お兄ちゃんね、はい、それから実況の小笠原アナウンサーも、はい、みんなもう泣いてしまって、うん、まずやまるねみたいな気持ちがめっちゃ分かりましたね、それ見てもらい泣きして、そしたら今アメリカですごく、もちろん松山の日本人初メジャー制覇を称えると同時に2つ話題になっていて、一つは通訳をしてくれてたボブ・ターナーさんという人は、ほうほう、だいぶ前からずっとアメリカ転戦してる松山選手に帯同して、うん、通訳してるんですけど、うん、ニューヨークポストが書いてたんですけどね、うん、彼はボブはもうただの通訳じゃないって、うん、環境も何も違う、言葉の壁もあるアメリカに来てる松山のもう本当に親のように、うんうん、サポートして、通訳もちょっと言い足りなと思ってるところがあったらちゃんと間違いなくうまい感じでその心情を通訳して英語に変えて言ったりして、うんうん、でもうサポートが全面的にこうねきちっとされてたっていうので大絶賛されてたんですよ、うんうん、まず通訳が、それからキャディの、早藤キャディって言うんですけど、早藤翔太キャディですけどね、彼が18番のあのホールアウトして優勝してわーって歓声なってる、歓声上がってる、で最後その、そのピンを刺すんですね、ホールにね、あの18番のグリーンの上のね、はい、打つ時抜いてますからね、打つ時抜くから、うん、最後刺すでしょ、うん、そこまでがキャディーの仕事なんですけど、うん、刺した後帽子を取ってあのゴルフ場の方向かって、うん、って一礼したんですね、うん、それがもう素晴らしいな、日本人のその、うん、あのなんていうのかな、まあ、お辞儀は有名ですけども、うん、そこまできっちりとするんやなっていうことで、うん、あの松山選手だけじゃなくて通訳もキャディーもそうやってすごい今称えられてるんですよね、うん、いやだってマスターズって本当に尾崎も青木も中島も、うん、丸ちゃんもみんなその壁にぶち当たって、うん、やっぱり日本人は勝てないなって言ってたのがさ、うん、10年前に初出場して以来、ね、ずっと招待されて、まあ、勝ってほしいなと思ってたけど、うん、実際に勝つなんてもう震えましたね、体中が、でそこで僕はやっぱり思ったんですよ、去年の暮れに僕はあと1年数ヶ月でシングルになるってラジオでね、この番組で宣言をして練習してるけど、なかなか結果も出せずにまだね出てきてないでしょ、うん、でも松山はあんなに日本のトッププロなのに人の4倍も5倍もあの練習をするっていう、うん、せやな、俺も練習せなあかんわと思って、うん、で朝ごはんをパパパッと食べて行きましてん、練習場に、うん、そこまで美しい話なんですよ、うん、そこで事件が起きたんですわ。何ですか？いや、その2日前に、まあ、ゴルフラウンドしてて、うん、でそのままキャディバッグ車に入れてで練習場行きましたわな、うん、で松山みたいにあんなまっすぐすっごいボールをまず飛ばさなあかんと思って、うん、キャディバッグ開けてでドライバーをグッと抜いて、ドライバーってあのヘッドカバーしてます、はい、ヘッドカバーバーン抜いた瞬間にあれって
全然知らんドライバーが入ってる。誰の、せっかく人がよし俺らもやるぞっていう気持ちになって、はい、練習場に行って、はあ、ヘッドカバー外した瞬間にこんなクラブ見たことないぞっていうのが入ってた。ゴルフ場が間違えたの。何バッグごと、あのね、いえ、バッグは自分のキャディバッグです、うん、中だけ、中のそんなことあるんですか、うん、初めてですよ、うん、で2日前に2ラウンドしたそのゴルフ場で、まあ泥とかいろいろつくじゃないですか、うん、でこっちがもう帰り自宅をしてる間、キャディさんとかその関係者がみんなきれいにしてくれて、うん、それでヘッドカバーもかぶして、うん、かぶせて、それでキャディバッグをちゃんと出口のところまで持って行ってくれて、うん、で僕がそのホールアウトした時に、札をもらうんですね、うん、その札と渡してキャディバッグを引き取って、うん、で帰るっていういつもの行為やったんですね、うん、でもその確認しませんやんか、いちいち、だってバッグは自分のバッグだし、ね、で何番の札渡したら、はい、はあ、あのさんでしたね、また来てくださいねって、はあ、あ、また来ます、今日はお世話になりましたって車に積み込んで、うん、で帰るだけですから、うん、まさかその間違ってると思わないじゃないですか。ヘッドカバーは、カバーは自分のカバー、自分のそら分からんわ、ね、僕はそら分からんわ、ね、えプロギアっていうメーカーの僕はドライバーなんです、はい、でプロギアのヘッドカバーしてあるんですね。それ取ったらキャロウェイっていうメーカー あのドライバーが入ってたんです。はあ、うわあ全然違うと思って、はあ、でこれはあかんなで4人で一緒に回ったんですけど、うん、1人はもう僕の高校時代の友達ですね、うん、であともう1人は大阪 あのレストランの方 、うん、でもう1人は東京から来られてたんですけど、うん、で友達はいつも回ってるので、うん、あこれ友達のキャロウェイはあのじゃないって、うん、友達はキャロウェイじゃなかったって分かってたから、うん、初めて一緒に回る大阪のレストランの人と東京から来てる人ですよね、うん、でこのどっちかなんで僕は友達にまず連絡して、うん、もうキャロウェイ入ってんねんけど、うん、どっちの人やって、うん、まあ、大阪の、Y さんか、うん、それとも東京の A さんか、うん、どっちって言ったら、うん、あそれは多分東京の A さんは、いや東京の A さんはピンっていうメーカーのドライバー使ってたはずやから、多分大阪の Y さんやから、うん、あそうかって、それやったら僕はあの大阪にね今度行くときに近々連絡取ってあの持っていくわって、うん、で交換したらそれで済む話やからなって言ってたら、ゴルフ場から連絡があったんですよ逆に、で山本様あのドライバー間違えて入ってませんでしたですか、うん、そうなんです間違えて入ってて、うん、って言おうと思ったら、それ実はあの東京の A さんのドライバー ほう、でもあ東京じゃこえ Y さんのドライバーやねん、はい、あの大阪の Y さんのドライバーやねんけど、はい、Y さんのところに、はい、回って A さんのただの入れ違いじゃなくてぐるっと回ってた、そうなんですよ、トライアングルでミスしてはるんですよ、はいはいはい、だから僕は大阪の Y さんのドライバー持ってる、はい、で大阪の Y さんは東京の A さんのドライバー持ってる、山広さんのは東京にあんねん、うーわーこれうーわーってなって、はい、で東京に電話したら A さんが、いや送りたいけど、うん、送る手立てがないと、うん、そんなそのドライバーに合うような箱もないし、うん、でまあ一応高価なものなので、うん、ヘッドをもう割ってもダメやし、うん、これどうしますってことになったんで、うん、なんかないんですかね、大和さんとか佐川さんでの一本だけ送るなんか ね箱みたいな、ね、あるのかなって僕は期待してたんですけど、はい、まあ、A さんからするとね、東京の、はい、送る手立てがないって言われましたってゴルフ場は言うんですね、うん、で、なのでまずは僕のところに車で取りに来て、うん、ゴルフ場が、うん、で僕はだからその Y さんのドライバーを返した、うん、返した、はい、で、Y さんはA さんのドライバーを、はい、持ってるから、持ってるからそれをゴルフ場に、うん、あそれも取りに行った、はい、ゴルフ場が、はい、で日本回収した、で、あと僕はその Y さんのゴルフ場に返してるからそれを持って Y さんに届けてるから、はい、Y さんはもう解決、はい、で
Y さんが持ってる東京の A さんのクラブをゴルフ場に持って帰って、うん、ゴルフ場から箱があって送る手段があるので、うん、それを東京に送って、うん、その箱を使って、うん、A さんは僕のクラブをゴルフ場に送って、うん、で届き次第僕のところにまた車で届けますっていうことなんですけど、今日は15日の木曜日時点、うんね、まだ届いておりません。大変やってもたな、まあね、そのキャディーさん怒らんといたってくださいねとは言いましたけどね。もうでも怒られた後でしょ。怒られてるかな。怒られた後でしょ。かわいそうやけどな、さすがに、そんなこんなでね、この1週間気持ちも新たに練習しようと思ったのに、いきなりドライバー全然触れてないんです。もうこういう星の元に生まれてんのかな。せっかく大記録が出て ね混んでるみたいですね、ゴルフの練習場ね。あ、やっぱそうなんですね、はい、やっぱそういうので影響されてんな。そうよだって夏の暑い時に高校野球テレビで見て、うん、で公園行ったらみんなキャッチボール始めてるのと一緒ですよ。これあの子供たちもゴルフをスクールに通い出した子供が多いとかね、この1週間はそういうニュースで持ちきりで、まあヒーローがね出るとね、うん、競技人口もね、はい、増えますからね。増えるんですけど、うう僕は練習できてないんですわ。するなということです。いやだからなんかその、うん、今したらあかん何かがあったと思ったらいいんちゃいます？宗教家みたいなこと言いますな。まあ確かに、うんうん、そうせんとなんかイラッとするじゃないですか、うんってなると。あ、そうか。でもね、うん、それから2回ぐらいまた打ちっぱなしに行ってるんですけど、うん、ドライバーないじゃないですか、うん、で僕どちらかというとアイアンの方が苦手なんですよ、うん、アイアンの練習だけはしっかりできてるの。あ、そういうことで神様がアイアンを練習せえと、うん、いつもそういうスッチみたいな心持ちでいたいもんですね。そうですね、プラス思考ですね。そう本当にもうホイールこすった時もこれでなんかもっとすごいこと並んでよかったってこう、うん、思うわけね。もういつもやったらもう一日へこんでとかなってましたけど、うんうん、こんなことでちょっと気持ちがなんかへこむの嫌やなと思うようになったんで、うん、それはでもねゴルフしたら上手くなるタイプですよ。いやー僕もむちゃくちゃのとこ行きますもん。あのターチが言うてた、うん、スッチは必ず右の方に行くから、はい、かなりあいつ左向いて打ってますよ、はい、言ってそうなんですよ、うん、でもう僕やってないですからね完全に。そうなんや、はい、でもそうか、その気持ちの切り替えっていう点で言うと、うんね、向いてそうですね、向いてるなと思うけど、うん、だからゴルフじゃない何か、うんうん、見つけなあかんな、うん、トランペットやな、トランペットやな。吹けよ吹けよ言われた、早吹けよ。めっちゃ磨くんですけどねトランペットはい磨くの楽しいんですよ。まあ貴重面やからね、綺麗好きやし、うん、触るのは触ってるんです、ね、触るの触ってますね、拭いてないだけですね、はい、こっちの服はね、はい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 、磨く方の服ですね、はい、カピカや。まあでも今年はそうしてマスターズで初めて松山英樹選手が優勝したので、うん、その僕は力をもらって、うん、勇気をもらって来年の3月16日までには、なるというその誓いはまだ変えてませんって持ち続けてますので、はいはい、それこそ朝のてんこ盛りでも言うたんですけどね、うん、1990年に鶴見緑地で花の万博ってあったじゃないですか、はい、あの中にオーガスタの12番ホールを再現したパビリオンがあったんですよ。ゴールデンベルパビリオンっていうのがね、うんうんうん、私は鶴見緑地の駅から出て最初にある正面の案内所にいつも座ってるんですけど、はい、まあだいたいゴルファーっぽいおっちゃんが来てはあ、オーガスタ、オーガスタどこや、オーガスタのとこ行きたいねって何にも来られて、何やそれと思ってみんなで調べて、オーガスタは何か、はい、マスターズとは何かっていうことをその時に勉強した、うんうん、そうなんや、そんなに世界中のゴルファーの憧れの場所で、それで優勝するってすごいことなんやねって言って、そうです、で実際そこを見に行ってめちゃくちゃ綺麗ですよね。綺麗ですね、ツツジの花が綺麗なんですね、グリーンも本当綺麗で、はい、でそこで打てるんですよ、はあ、実際に、そうそうそう、うん、オーガスタに実際行くことはねできない、あそこでプレーすることはまず不可能ですね、不可能、お金出してもお金出してもダメですし、無理なんや、でメンバーにお金があるからってメンバーになろうと思ってもビル・ゲイツでさえ何年か待たされたっていうのね、
はあ、それぐらいの聖地ですから、オーガスタナショナルゴルフクラブっていうのは、はあ、だからまあみんなの憧れでもあるコースですね。その花博だとそれがちょっと味わえるっていう、味わえるってね、本当に嬉しそうに、それこそクラブ一本だけ持ったようなゴルフ姿のおじさま方をたくさんあの時に見ました、みんな挑戦しに行ってましたよ ね、 ね、はい、それ以来毎年はマスターズってそうなんやなと思ってたんで、今年はすごいと思って思いましたね、はい、僕アナウンサーになるきっかけはいくつもありますけど、ゴルフに関しては TBS の石井聡アナウンサーですね。60歳の定年直後に亡くなりましたけども、うん、この人の声とあのなんていうのかな、人間味あふれる実況中継聞いて、はあ、ゴルフって素晴らしいな、マスターズってすごいなって思ったのが学生時代の思い出でした、ね、僕ちっちゃい頃はもうゴルフやってた、うわゴルフやって言ってましたテレビで、ね、うん、子供は日曜の昼間とかね、 うわゴルフやんお父さんにチャンネル権がお父さんゴルフそんなしたりする人じゃなかったから、ないのに、はい、だからそのなんやろ、ゴルフとなんか他のやっててみたいな、はいはい、いやこれもゴルフかい、なるほど、こっちこんなんやしみたいな、その当時はね男子も女子もね中継やってるっていう日が多かったんですよ、こんにちはね、すごい中継多かったですよね、気がしますね、車もらえんねやとか、大きな鍵持てるとかそう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 、ほんまやな、そんなイメージ、じゃ考えたらジャンボ尾崎なんて何台車もらってんなってぐらいよね、あどうしてはんねやろ、どうしたんですよね、ほんまにね、そんな維持もかかりますよ、何十台もかかれへんからね、もらったら変えていくんですかね、変えるんですかね、今週はクラウン来週はなんとかみたいな、すごいよね、へまあまあね、今週はそういうビッグニュースが入ってきましたし、それを歴史の証人というか見ることもできたので、よかったなと、はあ、でも自分のクラブはまだ帰ってまだ帰ってけえへんねドライバーがまだ帰ってけえへんね今どの辺でしょうね、どの辺おんねやろ、ほんまや愛おしいですわ各コーナー今日もございます。怒りの投稿、街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしております、はい、そして山本社交クラブ、皆さんの恋の話教えてください。ピカイチ価値観調査、これどやねんでは皆さんがこれどやねんと思うことを寄せください。私たち3人はどう思うかお答えいたします。メッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしています。山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージ入りクオカードをプレゼントします。送ってこられると何かと困るという方は辞退希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先はメールの方は yama@mbs1179.com yama@mbs1179.com ファックスは大阪06-6809-9090大阪06-6809-9090です。番組の公式ツイッター@yama1179公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。怒りの投稿、街中モンスターハンター、モンスターペアレントにモンスターペイシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで、現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。そこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます。姫路市の姫プロさんが見つけたモンスターです、はい、近所の商業施設でガラガラ抽選がありました、3000円のレシートで1回できます、長めの列に並んでいると3世代連れが横を通りました。その中の若作りしたおじいちゃんが、うわーようけ並んど当たり抜いてあんのになとマスクなしで言いながら通過していきました。子供もみんな楽しみにして並んでいるのに、しかもマスクなし、意気消沈しちゃいました。なぜそんな行列になったのかというと、ガラガラが鳴り止まない時があったんです、係員さんが数えているのを聞くと、なんと50回近くやっている人がいました、概算で15万円分。その商業施設にそんな高額商品を扱う店はないので、多分友達がたくさんいるのかなと推測しました、列が進むとまたガラガラが止まらない人が現れました、今度は80回を超えていました。
こうなるとマスクなしおじいちゃんがモンスターなのか、行列を作り出しているこの2組はモンスターの域を超えて何と呼べばいいのか驚きの連続でした。ほんまやな、モンスターだらけやな、考えたら。だらけ、まあ、でもね、やる権利はありますよね。ありますね。何やろう、ためにためたのか、家具とかでも買ったのか、なんか大きなもの、ね、それは商店街はちょっと来年以降は考えた方がいいかもしれないです ね、 ですね、上限ね、別枠でね、やるとか、そう、別にやるとかね、そうですね、しないと。へ、当たりの人の当たり抜いてんのってそんなことはないでしょ。嫌事言っただけやと思いますけど。嫌事いいですね。なんでそんな嫌なじいさんなんやろな。おもろ思ってるんですよ、そういうことが。それで、へへへと思ってんね。そんな嫌なじいさんにはならんとこと思うけど、ひょっとしたらなってしまうかもしれんから気づかないかな。わからな。お前毛抜けとるやないか言って。いやいや、ね、いやいや、それ関係ないやん。いや、当たり抜いてる言うたらお前は毛抜けてるみたいなね。何やねん、うまいこと言うたからさ。言われて終わりですわ。なんで俺ものすごくぐさっときて終わってるやんか。だからそんな言うようになってたらですよ。そうやね、だから言ったら、だから言ったらやがんじゃないけどもやな。だからあれですね、もう嫌ごと言う人はもうそれ顔に出てますね。うん、ほんま、そんなこと言うてるからそんな顔はねやっていう、うん、そうやろ、うん、ほんまそう。で、毛もか、毛はまあまあそれはもう仕方がない。ただそういう人がそんなことを言った時には真っ先に言われるよっていう。そうやで、うん、僕が言った時でしょ、うん、僕が言った時にはそう言われるってことでしょ、うんうん、言わんようにするよ、だから、はい、ガラガラポンはもうだいぶやってきたけどあんまり当たったことないですね。当たったことないな。最高って何、なんか商品券ぐらいかな。三番街のクリスマスは、うん、気合で宝塚歌劇のチケットは当てましたけど、ね、当たってますやん。気合ですよあれは。すごい気合やなと思いました。絶対取ると思ったら、もうそれ狙いでいった。そうこれ取れたん。取れた、すごいね。ああいう時って、はい、そのみんなやっぱりよし当てたいってなってるけど、うん、それを出す人と、うん、こう内に秘めるの分かれるじゃないですか。はい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 、まあ、ちびっことかがほんまにこうやって祈ってんのってめっちゃ可愛くないですか。可愛いな、けなげやな。普通のあのガラガラじゃなくてガチャガチャとかでも子供やるんですけど。やるな、ほんま思ってんのが出た時こっちもよしって言いますね。いや、それは気持ちわかるもんだって、はい、もう本人たち必死よ、はい、もうそれに欠けてるわけやから、うん、大事なお小遣いをね、な、ガチャガチャにね、あの子らにとってはもう最高のもんやからね、うん、そういう、でうちの子たちもね、そのガチャガチャもそうやったしね、うん、あとプロ野球チップスにね、うん、ついてるあの、はいはい、カードな、カードね、カード、うん、また憎たらしやとったで周りに、こさばりよんねん、カード の、 あの上から、ほう、ああこれはあのあれや、キラキラちゃうとか言って、あーなんかこうキラキラついてるとちょっとザラッと、ちょっとザラッと、へー、同い年でそんなこと言うやつもんねこいつ憎たらしいなー思って、うん、ねえ、子供の思いってありますしね。でもガラガラはそんな大層なかったことないな。宝塚歌劇とすごい、すごい、それかなり上の賞ちゃいます。そうですね、まあ、特別賞的な、まあ、でもあの貸し切り、三番街で貸し切りなんで、うん、2500人ぐらいは当たるんですけど、それでもお弁当付きで、ね、それでもすごいわ。その2500枚のうちの1枚をゲットするためにあんた80回ぐらい引いたんちゃうよな。そういう気合い。そうそっちの気合い。車でも買ってね。まあね、何でも当たったら嬉しいもん、ね、嬉しいですよね。東大阪のスージーさんが見つけたモンスターです。はい、近くのリサイクルショップで目撃しました。レジで並んでいると前の年配の男性が土鍋を購入していました。会計でレジ袋を断り手持ちで帰ろうとしてバランスを崩して蓋を落として割ってしまいました。店員の女の子が掃除しときますから大丈夫ですよと言うと、男性は無言で土鍋の本体をレジに置いて売り場から似たような土鍋を持ってきて、代わりにこれもらうわとほうきで入っている店員さんに言いました。店員さんがお会計はあちらのレジでお願いしますと言うと、
お金いるのと驚いています。いや普通はいるやろ。当たり前や。しかし店の中で落としたし、テープぐらい貼っといたら落とすことなかったん違うかと言う始末。店員さんが少し待ってくださいと店の奥へ。しばらくすると店長さんらしき人が出てきて、それ持って帰ってもらっていいですわと面倒くさそうに言いました、うん、男性はお礼も言わずブツブツ、当たり前や、300円ぐらいのものに何言うてんねんと小声でつぶやきながら店から出ていきました。300円ぐらいがとか言うんやったら払えよ、うん、そもそも袋代ケチるから落とすんやろ。そういうやつ一番見にくいね、うん、テープでも貼ってよって言うて結果貼ってもらえなくて落としたら、そらそれ言うてもいいですけど、はいはい、後付けでしょ、うん、自分落としといてテープでも貼っとってくれたらって、はい、ね、いややな、ほんまに、なんかほんまそれもさっきのじいさんと一緒で、はい、そういう人間にはなりたくないなと思うね。ですね。袋持っていけよ。そうですね。ほんまに。もしくは大事に持って歩いてくださいね。なあ、うん、情けないね。はい。ほんまこの客。ね。名前も何も知らんけど。うん、ね、逆やったらね、わーとか言いながらお金払おうとしたらお店の側から、うん、あ、まあまあでもいいですわってなったかもしれへんけど、うん、でもあのたまにそんな客いるんやね、あの店長の対応見てたら、うん、もうええわみたいな、長なる長なるしてね、からもうええわ、もう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 この手のはもう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 ええねえねっつって5年読んでこれ、うん、何ぼ言うてもっつって、ね、そんな人間にはなりたくない。ね、はい、皆さんもいろんな場所に、ね、見かけたモンスター情報をどんどんお寄せいただきたいなというふうに思います。今日の一曲ですけれども、もうあの4月、今年も春一番が中心になってしまいましたので、だけど、まあ、あの今月はずっと春一番ゆかりの、ミュージシャンたちをかけたいなというふうに思っております。今日はあの高原さんの、6月25日という僕は大好きな曲です。ギターとボーカルに金森浩介さんも参加しております。高原、6月25日山本社交クラブ。はい、じゃあよろしくお願いします。久しぶりですね。浜ちゃんから来ました。浜ちゃんと言いますと、電車でいつも有村架純の架純ちゃんが隣に座って、うん、ね、ご飯食べに行ったりまではなってたけど、確か前回のメールで、はい、もうちょっと一区切り、そうですね、これ以上架純ちゃんを待たせるわけにはいかないじゃないですけど、うん、はい、一区切りつけます的なことを書いてきて、ホワイトデーにって、ね、うん、ありがとうございましたみたいな感じだったんですよね。続報が来ました。はいはい、今年のバレンタインは、かすみちゃんから手作りのクッキーとマフィンをもらいました。手作りと聞いて、去年のゴディバよりもかすみちゃんの思いを感じたというのが僕の正直な印象です。振り返れば、去年はゴディバ、一昨年は出張で何ももらえずに落ち込んで番組にご相談させていただきましたね、うん、この間番組に送ったメールは言葉足らずだったせいで3人様に大きな誤解を与えてしまったようで猛省しています。番組に相談させていただいてから3年、僕にとってピカイチラジオは高校の恩師のような存在になっていますので、いやもうそんな存在何かあれば必ずご報告させていただきます、はい、僕の誕生日に3年になりますねとかすみちゃんが言ったのは、僕と出会って3年だという意味なんだと思いますが、僕に対する思いは正直なところ五分五分かなと思っていました、うん、このままの状態を続けるのが一番いいのかもわかりませんが、仮にかすみちゃんが僕に対して特別な感情を持っていてくれているとしたら、うん、彼女のためにはどこかで区切りをつけてあげるべきだと思っていました、うん、そこでバレンタインのお返しに食事に行った日に思い切って僕の正直な気持ちをかすみちゃんに伝えました、うん、僕の勝手な思い込みだったらごめんね、気づいていたと思うけど僕にとって君は大切な存在になっている、でも年齢が離れているし、何より僕は結婚しているから、うん、君のためにもこれ以上は接点を持たない方がいいと思う、うん、と無意識に唐沢モードで言ってみました。唐沢俊明さん、うん、ドキドキしながらかすみちゃんの反応を待っていたのですが、30秒ぐらいでしょうか、かすみちゃんは無言でうつむいていましたが、僕の顔を見て分かりました
ありがとうございます。でも一つだけお願いがあります、うん、と少し笑みを浮かべながら答えてくれました、うん、僕にとってとても意外な反応でした。僕の中のシミュレーションでは涙目になってかすみちゃんが僕に告白するというのがこいつも変わってないなそういう妄想が最有力候補だったものですから、うん、さあかすみちゃんは何と言ったのかと言いますと、うん、本当に行けるようになったら最後に東京ディズニーランドに連れて行ってくれますか。あら、これがかすみちゃんのお願いだったのですが、僕の気持ちは全く区切りがつかなくなりました。昨日も電車で一緒になって以前と同じような感じでしたし、うん、それに東京ディズニーランドに一緒に行きたいってどういうことなんでしょうか。かすみちゃんの気持ちが分かりません。一旦決心したのに正直また心が揺らいでいます。あらね、揺らがんでるそうですか、揺らがんでる。最後にそう、まあ、そうですねか、一旦区切りするとして、なんとも思ってなかったら、あ、そうですかって終わりますよね。で向こうその浜ちゃんさんが好意持ってるというか大きな存在になってるっていうことを言うてきたわけやから、だからまあ何かしらあったんでしょうね、気持ちは。いや全然あるんちゃう、ね、全然あって、うん、浜ちゃんのアプローチの仕方がもしこれ違ってたら、うん、はい、そのまま受け入れるっていう可能性だってあったわけでしょう、ね、うん、でも浜ちゃんのその食事の時のその思い切って打ち明けた、はい、その言葉から、うん、もうやっぱこれは区切りにした方がいいってかすみちゃんは思ったわけですよね、うん、思ったでしょうね。そうですね、うん、恋愛感情じゃなかった、いやいやごめんなさい、そんなんじゃなくて、いや、うん、たまにご飯食べたりするのが楽しくてぐらいに帰ってきたらそうですけど、この反応は、うん、反応は間違いなく、確かにね、コロナが終わったら最後に東京ディズニーランドを連れて行っ て、連れて行ってくれますか。それはどうな、浜ちゃんはそれでいいんか、うん、もうでも一遍区切りって言ってしまってますもんね、言ってるか、うん、いやもっぺんってちょっとかっこ悪いですよ、うん、まあ、もうちょっとねいや、そんなんやったらもうちょっと続けようかみたいな、うんうん、そんなな、あのな浜ちゃん、うん、相手がな、うん、涙目になってな、うん、どうするやろっていう、なんでそんなこと思うそんなことはどうだっていいねやいやまあでもそう思ってしまうぐらいのかすみちゃんだったのかな。でも、で気持ちは絶対あるでしょ、手作りのチョコとマフィンとまくれたりやな、それ今までの向き合い方もそうやし、ね、その定期的にこのポイントポイントでしか聞いてないので、普段の感じ、うん、2人のがちょっとまだ分かってないので、うん、何とも言えませんけど、うん、お互いやっぱり大きな存在にはなってたんでしょうね、なってたと思いますけどね、うん、毎日のことやから、うん、まあ、これね、うん、まあ、USJ 行こうやったら、うん、まあ、関西の人やし、そう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 、日帰りじゃないですか、うんうん、まあ、ディズニーランドに行きたいっていうのもほんまやと思いますし、かすみちゃんがね、うん、そのだけど東京ディズニーランドに連れて行ってくれませんかは、うん、まあお泊まりを含みますわね、まあそれね、だからまああれじゃないですか、最後に一度、うん、最初で最後のお泊まりに行きましょうっていうかすみちゃんのすごい思い切った申し出ではないかと。そうですよね、30秒考えてますから、はい、30秒って長いですよ。長いです。いろんなこと考えたよね。いろいろ考えた。はい、30秒ね、はい、うん。即言うてたらそんなにね、うん。ディズニーランドはお願いしますよじゃないですからね。うん、ね、うん、はあ。さあどうする浜ちゃん。ええー、いやそれはですから、もっぺん言い直すことはスッチ言ったようにできないんで、うん、今この局面では。はい、だから泊まり計画で、うん、ディズニーランドは行くべきじゃないですか、うん、行って行ってそこでもう一回ちょっと巻き返しをしたら、浜ちゃんだってそのまま終わりたくないでしょ。だけど、うん、自分は結婚してるし
これ以上深いとこまでは行ってはいけないという、うん、浜ちゃんほんまにそんなこと思ってんの？さっき言いましたもんね、うん、だからディズニーランド行く頃にはそのかすみちゃんの気持ちも、うん、そのなんやろ、それを言われた上での考えになってるから、うん、そっからいややっぱりって言ってもちょっとね、うんうん、でも楽しいよ2人で一緒にいたら、うん、1泊2日で。まあでもこの感じでやったらいろいろ考えすぎて何乗っても、うん、全部一緒になっちゃいます。いやその楽しさは別にどうだったってね。その何に乗ったから楽しいとかそんなっていう。後のこと考えて。うん、まあでもちょっともう分かんな。それはな。うん、確かに。そうですね。それを実行するかどうかね。どうすんねやろ。どうしましょう。でもこれ言われたらいうん、連れてってあげたいですよね。いや連れてってあげるのはもう行くべきやと思うんですよね、うん、それは泊まりでしょ。泊まりでもうじゃあ帰る、うん、帰る終電じゃないけど、あ最終新幹線でも日帰りで帰る帰る、うん、帰るのしんどいですよこれ。そうだから朝一で行って最後で帰る、もしくはうちの息子たちのように夜行バスで、うん、あそれも多いらしいね。ゼロ泊ディズニーランド、もう若い子やからできるんですよ。これ浜ちゃんもう40歳過ぎてんねんで。そうでしょ、うん、だからそういうことじゃないですか。それはディズニーランドに行きたい若者たちのすることであって、そうやこの二人にはそれ以上の意味があります。あるわけですから、うん、そこは一度二人で精一杯の一度きりの思い出を作りに行くのか、うんうん、めっちゃ力入ってたな今、うん、のか、うん、いや行くのは行くでしょ。行くか、まあ、行くでしょうね。行かんかったらどうなの逆に、うん、行かんかったらもう自然消滅。断ったらごめんディズニーランド行かれへんって言ったらもう電車変えますね。かすみちゃんはね。そうですよね。それ変えるわ、うん、それはそうなりますわ、うん、これどうすんの。どうする。いやもう行き行き、よかったですね。とりあえず今すぐ行けないじゃないですか、うん、この状況で、うん、ちょっと考える時間あるから、ね、考える時間があるか、来週行こうってならへんから、うん、ね、どうすんねやろ。どうする。俺やったら行くな。私やそうですね、精一杯ディズニーランドのあのいいホテル取って、うんうん、ね、できる限りのもてなしはする、うん、したいね、うん、2年半3年やで。3年ですよ。まあ、そういうことがなかったとしても、うん、どういうこと。まあお泊まりしました、でもまあそんな感じじゃない感じで、なんやゆっくり話して、うん、でもそういうこと初めてじゃないですか、一緒に泊まるということが。それはそれでいいんじゃないですか、うんうん、え何もしないんですか。いや何もなかったとしてもね、うん、そんなしたいんですか。いやだって絶対そこはもうかすみちゃん、何をそんなガツガツ。びっくりしたわ。古川さん今は全女子を代表してかすみちゃんの気持ちですよ、うん、え何もな寝るみたいな。だってスッチも寝えへんやろ。ねえへんけど、ね、でも、うん、自分でもここでって言うてるんですよ。え、うん、区切りとしてのね、うん、でも言ってる間はもうそんなこと考えないじゃないですか、うん、もう帰ってきて別れ際にあ終わるんやっていうね、うん、気持ちにはなるけど、言ってる間はもう1分も寝たくないわ朝まで。これね、要はもう最後の2枚目で、うん、こう紳士的に止まるけど、うん、何もない。キャー、そういうことか。これもかっこいいじゃないですか。まあ、からさんとしあぎもんやからな。かすみちゃんはええー、って思うけど、ええー、と思うけどかっこいいじゃないですか。そういうことかと、うん、でも、うん、これそういうことになるってなったら、なかなかのなかなかの一戦になるわけですよ。そうですよ、世紀のね、うん、スペシャルマッチって言われて、うん、下手打てないんですよ。うんうん、ってなったら、うん、多分メンタルでも多分メンタル的に無理やと思うんですよ。浜ちゃん、浜ちゃん、そうかな。グダグダ、グダグダのグナグナ。仮にそうなったとしても、そうだったら行けよ。今までの、うん、もう何年かの思い出がもうむちゃくちゃかもしれんけど、うん、もうこんな最後の最後にだから絶対に勝たなあかん勝負やろ。だからカッコつけてたらあかんねんって、唐沢俊明風で言ったら絶対あかんって、うんうん、いや僕絶対グダグダになると思うな。
もう気合入りすぎて。うん、わかる、うん、それこそゴルフの時の俺と一緒や。もう力ばっかり入って、もうそう、むちゃくちゃ、うん、むちゃくちゃなんだけど、むちゃくちゃなるわ。いやでもな、うん、これは相手の気持ちもありますから、かすみちゃんのあかんな、なんどんどんしたんやろなとか言いながら、もうそれ明るくなってきて、うんうん、もう寝ようってなりますわ、うん、ぐちゃぐちゃなったとしても、うん、なったとしても、かすみちゃんのために、うんうん、そこは頑張れ、それでかすみちゃんもなんか、うん、あそっかと、うんうん、区切りつくんじゃないですか、こいつぐちゃぐちゃやなと思いながらもやで、ね、なるほどな、ね、だからもう頑張れ、確実にもう、うん、試合できるように持ってってください。そうやね、だからもう、でっかいホームラン打とうとか思うなと、うん、そうですね、もうセンター返しや、そうそうそう、綺麗にパーンってね、当てに行く、うん、だからもう今からもう毎日かき食うて、うん、何食うて、かき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 ってオイスターのかき、そう、亜鉛、亜鉛ですわ、あ、あの自然薯とかもええらしいね、もうネバネバのもん食べて、もうすべてをそこに持って行ってください、集中やとは、はい、絶対に勝たなあかん試合ですよこれ、な本当に、そか、下手打てないですよ、ね、そして、まあ、コロナやからすぐにはいかないと思いますけど、うん、必ずリポートは送ってくるよ、うん、そうですね、これグダグダであってもね、グダグダであっても、うん、でも次の日もディズニーランド行って、うん、新幹線で帰るのか、え、次の日も行くの、行かへんの、2日も一緒、ディズニーランドは行ったら、それは行くでしょ、それは止まったら、あ、次の日は C に行くんですよ、 C に、うん、あ、ディズニー C そうそう、うわー、俺2日は無理やなまあちょっときついですけど、グダグダなったら次の日おもんないど、そこですよね、うん、2日目の空気ね、うん、そうやな、はあ、俺はやってくれると信じてるよ、うん、そうだ、私もぜひかすみちゃんは待ってる、うん、そう、かすみちゃんは待ってる、うん、そこや、このこれ思い切ったと思う、うん、うん、いくよ、栄養とって、体調整えて、そうですね、酒飲んだあかんど、うん、そうですね、ほぐそう思って飲むからね、そう、飲みすぎたらもう終わりやろ、乾杯すんなよ、うん、ぐんなぐな浜ちゃん、やっぱ浜ちゃんは浜ちゃんやな、いつ頃いけるんかな、ね、楽しみに報告を、はい、私たちも楽しみに、はい、待たせていただきたいと思います。以上、山本社交クラブでした。私の予想ね、うん、予想、予想な、いやでもそうなった、うん、なった時でいいや、これ何ヘビ脱皮したみたいなのがもういっぱい、何これ、 ABC の A 取れたわ今札の、もうえ、これヘビ脱皮したみたいなのがその辺カッサカサのやつが箱と、うん、浜ちゃん負けんなよ、いけよ、多めに用意してね、多めにほんま用意していかんと、多めにいろいろ用意 していけよ、うん、そうですね、いろんなこと想定してね、うん、ちゃんとな、はい、カチカチカチョウサコレードやねん、よいしょよいしょもうどうでしょうかな、餃子にしよう、餃子、加古川のハゲかけガールさんのドヤネンです、ハゲかけガール、餃子に何つけますか、はい、A 醤油とラー油、うん、B 酢コショウ、酢コショウね、 C 味噌だれなど、あ、迷うな、うん、どれかでしょう、絶対エレバンズダメですね、そう、醤油とラー油は、え、酢醤油じゃないのかな、あと醤油と、そういうことね、じゃあ醤油の、いわゆる醤油、餃子のタレ、ね、タレ、うん、はい、のラー油でしょ、はい、で B は酢コショウ、酢コショウね、 C が味噌とか、うん、はい、はい、いいですか、いいですよ、はい、せーの、 C、 やっぱり餃子のタレですよね、そう、もっと戻ります、もう餃子のタレです、うん、まあまあ、酢コショウも最近ね、うんうん、ええー、なって言われてて、僕もやったことありますけど、やっぱり、僕もそうです、あの酢コショウやったけど、うん、美味しかったけど、うん、それはもう普通の餃子のタレに戻ります、戻るでしょ、はい、で、うん、あの味噌もいいんですけど、僕も味噌好きなんですけど、はい、やっぱ普通ので食べて、はい、ちょっとこう変えるときに、はい、うん、味変、味変でという、だからやっぱり2番手なんですよ、はい、うん、やっぱり1番手はこれ普通ノーマル、もう僕はもう C ですね、はい、味噌から、はい、ケツからっていうか、もうあの神戸 の元町南京町、うん、あの界隈のどこ入ってもうまい、まあね、だからそれを食べに行くっていう点で言うと味噌ですね、味噌か、餃子のタレだけ舐めたいぐらい好きです、ね、そう、餃子のタレうまいわ、うん、もうチャーハンにもかけたりするもん、はいはいはい、うまいわ、ここで教えてもらってから鶏の唐揚げとかね、あ、ね、合うもんね、何でも合うよね、餃子のタレうまいわ、
餃子ってほんま餃子を食うっていう感じで食べたいね。はい、そう思いっきり餃子って餃子ばっかりね、ばっかり、はい、うん、それでいいわ。はい、うん、うわ食いたいな。ディズニーランドは夜何食べるやろう。餃子やめときや。餃子あるかな、うん、ええー、匂いさしときや。そう、次の日ディズニーシーはきついわ。いやセット2回行かんと、お泊まりで行ったら両方行かんと。俺もそれ考えただけでもちょっと夜あかんわ。もういろんな意味で頑張ってほしい、ね、浜ちゃん頑張れよ。頑張ってよ、うん、浜ちゃん頑張れよ。はい、今日もどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。久しぶりに浜ちゃんからね、いただきましてね、はい、そういうことやったんかと、はい、我々一度思いましたですけれど、はい、どうなるんでしょうね。いやめちゃめちゃ緊張すると思うんですよね。そうですね。そうですよ。もう行きの新幹線からも何喋ってるかよく分かれへんぐらいね。あ、でもね、向こうもそうですよ。はい、それはそうですよね。向こうもそうなんで、そあんまりもう成り行きでいいと思うんです、うん、そこは。向こうもまあそう思ってる。でもこれ若い2人やったら、その、うん、あれあれどうしたんだろう夜ね、うん、あれみたいになってもお互いういういし。ところがですわ、はい、おじさんですよ、はい、ね、リードせなあかん。そう、若い女子からしたら ね、そりゃそうです、うんうん、それがもうあれちょっと待ってちょっと待ってなそんなことしてたらじゃ多分な、そのモードに入ったらな、うん、もう抜けられないね。もう無理ですよ。もうもがいてもがいて、こんなはずやないっていう風にね、うん、思い続けて終わるような気がするんですよ。そうで、途中だんだん浜ちゃんもイライラしてくる、うん、それがあのかすみちゃんに伝わる、うん、ちょっとイライラせんとってよってなる、うん、しへんがなと。いや、喧嘩せんでもええから。あれもうあらへんなって、うん、もうあらへんなって生々しい。生々しいですけど、まあ、あへってなるから一旦外す、うん、もっぺんちょっとあいけるかなつける、あかんな外す、もうカッサカサなった、もう蛇の抜け殻みたいなのがベッドの周り散乱、もうなくなる、ちょっと凍ってくるわ。でもちょっと待ってて、そこまでええやん、ええことあらへんがな。で凍ってくる。ほんでもその外のあのセロファンみたいなのがなかなか剥がれへん。アホや、あれこれどっからやねん、どっからやねん言うてちぎるようにする。それでもあかん、めちゃくちゃや。あんた勝手に言うてるだけやねんか。でかすみちゃんもごめん、一旦服着てええかな。いやもうやめて、そんな今まで美しいな電車の中で隣り合わせたのが始まりや、うん、で声かけるやどうやっていうような順調なところから始まってんのにな、うん、なんで最後の最後そんな、なんでそんな感じで終わらなあかんねんな。だからそういうなる恐れあるよと、うん、あるよ。満を持してすぎて、うん、ね、今までのこと考えたら、うん、ね、自然にそうなっていくんやってええけど、うん、もう最後にっていう変な区切りつけて、うんうん、で向こうもじゃあ最後にっていう、その本当もうラストマッチですよ。ラストマッチも、ね、最初で最後のな、ね、うん、そんなもん普通に戦えるわけない。いやこれね、だから先週のマダム T さんのような状況やったらね、どっちもまあもう言うたらそこそこええお年じゃないですか、うん、僕らの世代じゃないですか、うん、だからうまくいかなかったっても、まあこんな愛し合い方もあるという、うん、納得の仕方があるんですけど、かつみちゃんが若いのよね。しかもこの初戦でしょ。初戦、うん、初顔合わせじゃないですか、はいはい、それもう初戦でありラストマッチ。そうでしょ。これがある程度、うん、もう戦ってきましたよっていう人たちの最後って、そりゃすごいと思うんですよ、ね、うん、お互いのね、もうやり口分かってる、うん、ね、もうそりゃもう世紀の一戦うわーなって、お互いバー天井見てあーはー言うて最高の終わり方ですわ。で、いいねそれが。感じの初顔合わせやったら、突発的にババってなったらすごくいい感じになると思うんですけど、準備して、この日準備してね、しかもその前にディズニーランド、ね、40回った大人にはなかなかのハードワーク、ヘッドヘッド、なんかいろんなもの乗るから三半規管もちょっとやられてる、ね、
ご飯もちょっともうあれなんかいろいろ乗ったから食欲ないかなみたいな。いやもうな自分みたいな考え方してたら絶対うまいこと行くもんもいかんから、だからそれやったらもうええ格好で。でもあれな、スッチってこの手のことを解説するときに必ずある程度っていうな、うん、ある程度ある程度あれ俺スッチのある程度いつも笑ってしまうのよある程度ってずっと関西弁でやってるのに、そうなるとある程度、そうある程度ある程度。いやだからここはかっこよくもうこういうのなしねとかも言わんと、いやもう言わんと、言わずになしねって言っちゃうともうなしになっちゃうから。なしって何がなしなの。いやもうそういうことしない、あかん、宣言せずに、うん、せずにお話をしながら、うん、一旦ゆっくり寝ます、うん、ね、うん、で8時半ぐらい、ないのかしら、朝の8時半ぐらいに目覚めて、ふわの方がいいんじゃない。それはその今聞きながら何もないのかしらって言ってたけど、女子は待って、だってラジオ本番中に古川さんの「え、何もないの?」っていうあのリアクションですよ。これはやっぱり夜のうちに一発勝負かけて、8時じゃなくて4時とか5時ぐらいどうですか。4時、5時、あでもね、4時5時はね一旦寝てます。それ寝てないでしょ、ちょっと寝てる、ちょっと寝てやったらええかな、うん、いや僕思うんですけど、夜失敗したとて、うん、朝頑張れますってむちゃくちゃなる。いや結果だって朝も頑張れなかったらもうあかんやん か, からその夜失敗してたら、うん、朝方もかすみちゃんがもうちょっとほんまもうええってってなる。いやそのいくつも散弾させるからあかんねんそこまで行く前にもう夜はちょっと早めに諦めて、うん、ちょっとごめんとかで なんかおかしかったかなっていう、うん、いっぱいいろいろ乗り物も乗ったしねって、だからその三半規管の話になるかもしれへん、うん、疲れた、そのために来たんじゃないないからって言うやん、女子はそんなつもり全然ないくせにないくせに絶対言うやん、そうやって普段やったらいいんです、うん、これ世紀のラストマッチでしょ。それはそれはそうやねんけど、世紀のラストマッチやから、うん、やっぱりそのスパンと一旦あちょっとって諦められないんですよ、うん、じゃあ待ってくれこんなはずじゃないってなってるうちに気ぃついたら周りはもう蛇の抜け殻だっけそれは良くない。蛇の抜け殻をいっぱい散乱させ、まずゴミ箱に捨てろ、それは最初ぬるぬるやったやめてくれ、気持ち悪い、そんな何これカッシャカシャ、ディズニーランドも高いホテルや、そうそう、うん、そんなしたらあかん、カッシャカシャ。だから寝を乾いたその外袋 の, あのピリッとしたやつが背中にこう刺さって俺もみたいなそんな経験あんのかい。いやもう大体目にもう浮かびますやん。でもですよ、うん、それでもし失敗しても、まあ、かすみちゃんは一応表面上怒らないじゃないですか、はい、怒らないじゃない、うん、何事も なかったのに寝ましょうっていう話になるから、うん、そこは 寝られますって、寝て朝方や、うん、そうなった時にはまた状況変わってるんで、うん、一からの気持ちでいけるわけ、頑張らんとあかんよ浜ちゃんは。それこそラストのラストよ、もうほんまの最後やで、ね、これはほらそれで、まあ、それで失敗したら、まあ、赤っ端じゃねんけども、そこのラストのラストでなんとかなると思うんですよね、うん、だからそこにかけましょうよ、うんうん、ちょっと今からもうその、ね、マムシドリンクであるとかいろんなものを試していきましょう、うん、自分に何が合うのか、うん、ね、でもう常に毎日そういうあの栄養素、そっちに効く栄養素は常に取りながら、うん、その一応そのね突発的な何かというか、うん、さーって勢いつける、うん、あのドリンクであるとかなんかで自分に一番合うやつ見つけとく。見つける、うん、でそれをスポーツ新聞とかに載ってるやん、よく。そう、80になってもすごいとか言ってありますね、うん、あるやん、うん、あの辺をちゃんと調べる、うん、でこれはすごいっていうその口コミがあったとしても自分に合うのか合わないのかっていうちゃんと調べとく。そうやな、俺でもそれやっても、うん、もうやってる行為がすごい準備期間にかかりすぎて、うん、入りすぎて、いざってなったら当日最終気持ちですからね。そうやろ、うん、でもそれでバチン決まったらそんなもう最高の終わり方ですよ。それやったらもう終わらんでええんちゃん、うまいこと言ったらな、変わるかもしれませんね状況ね、そっから続くかもしれへんからね、そうなったら僕はそれを願ってんねんな、うん、まあそうなってほしいですけど、僕はもう大方の予想ではもうほんまに、うん、ほんま蛇の残骸の中で蛇の残骸って俺手眠るという、うんうん、最悪の事態が予想されます
うん、でもあれやね、その食事の時に東京ディズニーランドにじゃあ連れて行ってくださいって言った時点で、うん、もうかすみちゃんもいろんなこと考えてると思うんで、はいはい、もう今や、うん、こっちサイドだけの話じゃなくなったんで、うん、はい、もう後には引けないですよ、うん、これでもタイミング的にかすみちゃんの方がちょっとそういうことできない時と重なってしまったらどうするんですか、うん、なるほど、その可能性はね、うん、それはあるわな、うん、その場合はでそれが例えば、うん、いやいやいいよ今日はそんなんじゃないから次があるパターンやったらいいけど、うん、今回はもうこれを最後にって言っちゃってるから、うん、なんとしてでもみたいな、うん、これちょっと引こうとか言ってもバスタオル持ってくるしかないです。だから自分のいや大丈夫です、女子にはいろいろやり方が あるんですか、調整はできます。 あそうなし、まだある程度、はい、そんな半年先の話じゃなければある程度ここなら大丈夫は分かりますよ。へえ、でもそのここじゃ大丈夫じゃないっていう日を指定されてきたらどうするの、うん、その場合はあ、でもそれはあの、うん、その日はちょっとダメ、医学は進んでいるので、うん、大丈夫です。あ、それも大丈夫な、はい、へえ、すごいな。それはもう結婚式やね、受験やちゃんと調整できるようになってんの、なってますか、なってんねんて、はい、大丈夫です。いや、まあそっちの心配はなかったし、女子のことは大丈夫です。でもな、かすみちゃん好きやからね、結構浜ちゃんのこと、うーん、間違いなく、うん、結構好きやから、うん、状況変わるかもしれへんよ。うん、いやだから行って、うん、終わりにほんまになんのかなっていう気がする。そこはね、うん、難しいとこやな、うん、まあそこも含めて2日かけて、2日ディズニーか、2日かけてゆっくり話してきたらどうですか。2日はなんか東京タワーがなんか登ったらええんちゃうの。まあね、まあそれでよければ、まあ、だからC 行くけど、うん、C はちょっと余裕のある、うん、日程にしといて、はい、うん、なんか早い時間に帰ってきて、うん、大阪でまたちょっと飲むとかね、はいはいはい、うん、したまたね、昨日のミスをそこで取り返せると思うからミスもミスになってる、ね、ずいぶん長いことですね、長かったですね、スチが喋りすぎましてえらい失礼いたしました。いや、どうなんやろな、ね、それだけみんなが心配するってことなんですよ。いいですか、ヘビ側だけ、まあ、ちょっと何ですか、ヘビ側だけはヘビ側言うなってだからヘビ側ね、かすみちゃん切れられんように、そうですね、そんなんで切れる、そんなんで切れる年ちゃう、出なあかんねん財布なんかいるのけ、金でも貯まるんちゃうか、貯まるかとか、どんな女と付き合うてきたや今までみたいなことになったらどうしますかっていう一番の不安材料をちょっと例として挙げたもうとにかくみんなの親心 で、うん、親身に考えてますので、はい、常時できることを願っております。いろんなパターンをね、どうもありがとうございました。失礼します。